お笑いコンビ、キャイ。天野ひろゆきうどすずきが29日に更新された関根勤の YouTube チャンネルに出演。天野がお笑いタレントの松村邦洋の驚愕エピソードを明かした。番組では、ある意味怖かった芸能人ベスト3を発表し1位となったのが松村。天野によると松村はいつも大きなカバンを持っていて中身が気になっていたという。関根もロケバスで移動中もずっとモノマネやってるから疲れちゃうと愚痴った。それに対して天野は、テレクラってあったじゃないですか、新ネタをあまり聞いてくれる人がいなくなって、その子に電話して新ネタやってたんですって笑い。そしたらその月の電話代の支払いが80万円だったと暴露していた。